よく突っ込んでくれました。1月25日メンテのお知らせってとこから、メンテのお詫びもらえる？お、ありがとうもらっとくわ。わーい。来ちゃったー。大変身しました。そう、これを見せたくて。隠してた今。アサピさん、手裏剣ありがとう。正解。どうですか皆さん、切っちゃいましたけど、切っちゃいましたけれども、久しぶりの前髪いかがですか。そう、切っちゃった。めっちゃ似合う、嬉しい。めっちゃ迷ったんですけど、切りました。めっちゃ可愛い、嬉しい。見慣れないでしょ。8ヶ月、そう、8ヶ月私切んなかったんですよ。確か4月ぐらいから切っちゃうんくって、だからピアーリーナぐらいから伸ばしてたんですね。そう、今回は分かりやすいか、きっと言える。嬉しい。そう、切っちゃった。何センチぐらい切ったの？前髪ね、実はここまであったんですよ。顎まで、ちょうど顎の長さまであったから、10センチぐらい、いや、これ10、これ何センチある？こんぐらい切った。めっちゃ切った、めっちゃ切りました。そう、テロップに、30センチもないわ、20もないわ。そう、めっちゃ切った。10センチぐらいは切ったかな。10センチ、10弱やない？よし、1983さん、くまちゃんありがとう。切っちゃった。どうですか？でも今日はめっちゃ分かりやすかったね。頭切ったん？ちょっと前髪よ。ねえ、そう、ギルドバトルありがとう。やっと勝てた、嬉しい。なんか昨日も勝てたと思ったら、なんか昨日のバトルじゃないみたいな。もう少しちゃんと見せてほしい。どう？どっちが好きですか？切っちゃったけども、もう昨日には戻れんよ。昨日、一昨日までには。前髪ある方が風邪ひかんからいいと思う。どういうね。そうね、まあ。かわいい、嬉しい。前髪あり、いいね、嬉しい。とう。幼くなった？めっちゃ悩んで、そう、オンライン話し会でもさ、ファンの皆さんにどっちが好きっていうのを聞いたりとか、ショールームでも聞いたし、コメント欄とかでも聞いたし、そう、あとはね、お友達とか家族とか親戚、いとことかにも、そう、連絡して聞いて、めっちゃ回答が半々で、みんな。そう、めっちゃ悩んだんですけど、切りました。前髪ありに嬉しい。
結果どっちも似合ってるね。嬉しい。3歳ぐらいも若、3歳も若返る。嬉しいわ。確かに少し幼く見える。幼く見えるよね。伸ばしている髪を隠したら余計に幼さが見える。うん、若くなった。いいこと言ってくれるよみんな。じゃあ何歳に見える？まだ待って、何歳に見えるってそんなあれじゃないけどさ、何歳に見えます？また伸ばしたくなったら伸ばせばいい。そう、なんかでも4月から伸ばして8ヶ月ぐらい、そう伸ばして、そうこの間くらい、ここまでだったから、そう1ヶ月1センチしか伸びんからさ、ね、伸ばすのは大変だけど、でも今の長さいいかもしれない。ちょっと5歳、28歳、ちょっとみんな、あ、ライダーになるのねって。そう、免許取りました。わさっぴさん28歳ってまだ私21、知ってる？私ってね21なのうん30歳。もう最悪みんな、うん、横とか後ろは全くカットせんかったと。って、ね、横とか後ろは、あ、髪染めた日に切ったのでそう、髪染めて1週間、ちょうど1週間ぐらいでまた行っちゃった。二輪歴41年、すごっ。41年、めっちゃすごい大先輩。近所のバイクに CB350 とレブル売ってたって。いいな、乗りたくなっちゃうね。昨日ドラ明け公演楽しかったって。よかったねえ。めっちゃ寂しい。めぐみんさん、めぐみんさんびっくりした。でも、うん、結構前から、そう、あ、なんか結構前っていうかさ、私はさ、波動大会をきっかけに、そう、めぐみんさんとめっちゃ仲良くなって、ぐっと距離縮まって、そう、波動行く時の行きも車両が一緒だったりとか、そう、あと波動のね待合室でも一緒にご飯食べたりとかして、そう、めっちゃ仲良くなって、そう、それこそ武道館とかリハの時の休憩とか本番もなんかずっと、そう、ステージ裏で一緒にいたりとか、そうね、あ、そう、楽屋もね、そう、隣に座ったりとかしてて、そう、帰る時もずっと一緒でみたいな、めっちゃ仲良くなったので、めっちゃ寂しくて、そう、でもなんか、うん、なんかそういう話はちょっと前から聞いてたから、なんかいつだろうって思っちゃったけど、なんか本当に寂しい。うん、そう、前髪切ってるって。切った、うん、切っちゃった。トムさんといい、めぐみんといい、チーム K に関係あるメンバーの卒業発表2回連続で見たんだけどって。はあ、悲しい。そう、考えてるっていうのは、そう、そうそう、聞いてて、でもまさかね、本当に発表しちゃうとは思ってもなかったし、
そう、もっと仲良くなりたい先輩ですね。そう、めぐみんさんって年で言うと2個下なのかなね。でもすごいなんか自分の考えをめっちゃしっかりと持っててかっこいいなって思いました。確かにドラさん、ドラさん何名ぐらい卒業しちゃったかな。もうちょい前髪見えるようにってだいぶ見えるよ。篠太郎、ハートありがとう。ハート。うん。あんまメンバーには数多くの人に聞いてないから、聞いてないらしいから、それだけ仲良くなったメンバーだったんだね。嬉しい。67人、そんなに、そんなに、待って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 、本田そらさん、なんか誰か卒業しましたっけ。どなたがいたっけ。篠太郎、ダーラムさんありがとう。そんなに6、7人も卒業したん。そろそろ前髪見慣れてきた。あ、よかった、馴染んできた。最初は見慣れんよね。でも今回は本当に一番ってぐらいいいかもしれない。気に入ったかも。うん。お話し会で聞かれて前髪流しって答えたけど少数派だったかって違う、本当にね、えらしさん半々やったんよ。本当に半々、あのね、本当に半々。うん。ナズナンさん、ホンダソラさん、クララさん、モエカさん、あ、モエカさんドラさんだったんですね。キーちゃんさん、神ありがとう。わー、そっか、ドラさんの方多いですね。確かに卒業、そう考えたら。しばらくその、ま、その髪キープしといてくださいって。そんな好き、嬉しいよ。自分は前髪流し派でした、ごめんなさい。その髪型の触覚もいいねって。触覚、これこれは残してもらった。ちょん、そう、B 以外であまり数多くなかったらしい。知ってるメンバーってこと？でも決めたっていうのは知りませんでしたよ。うん。そう、なかなか最近会える機会がね少なかったか。そう、オンライン話し会でも全然会えんくって。そう、めぐみんさんの配信始まった、見に行きたい。うん、めぐみんさんの配信、じゃあ私こっちで開く。画面が明るいな。まだ私の画面では始まってない。調べよう。中のほんとだ。かわいい。
めぐみさん配信珍しいですよね。今日の夜ご飯はジェノベーゼ食べました。ジェノベーゼ、俺も見に行きたい。ダメ、それは許さん、それは許さん。ちょっと見てくるね。ダメ、いいよ、待って、いいよ、いいよ、いい、嘘、いい、いいよ。めぐみさんの配信待って、じゃあ2画面で見よう。じゃあみんなそうしよう、2画面で見てください。かわいい。私めぐみさんと同じぐらい髪色でも、今日の画面で見たらなんか茶色にあんま見えません、ね、めぐみさんの方が明るいか。かわいい。怪我されたって、うん、却下しちゃった。サーノン配信終わってからご飯食べます。今日何？めぐみさん前は配信でよくお菓子作ってた。お菓子作り得意なんや。みやみやみやさんありがとう。神、今日もありがとうね。試合配信どれぐらいやるって、1時間くらいかな。やりたいと思います。今日のさ、ギルドバトルね、めっちゃ長かった。10分戦った。なんかいつもは5分以内に終了するっちゃうけど、今日はなんか10分ぐらい戦ってました。そう、今日長いねって隣でマミが言ってました。そう、今日の晩ご飯はエビのお刺身とカキフライと麻婆豆腐です。おお、いいですね。美味しそう。いいね、勝てたって。今日勝った、今日勝った、嬉しい。みんなありがとう、ギルドメンバーのみんな、あとみんなさん、チアレタ送ってくださってありがとうございます。今後もよろしくね。そう、チアレターで、そう、強くなるので、皆さんチアレター余ってるよって方は送ってください。ゆうちゃんハートありがとう。私はすき焼きとデザートは自分で作ったレアチーズケーキ。え、すごい、自分でレアチーズケーキ、さすが、いいね。レアチーズケーキ、確かにレアチーズケーキなら作りやすいね。こんばんは。夜ご飯はアクアパッツァ。アクアパッツァ、アクアパッツァって何やっけ。アクアパッツァとかなんかオシャンティーのもの食べようね。待って、アクアパッツァってあれですか。わかった、わかった、貝殻、貝殻みたいなやつ、貝か、貝、貝料理かなな気がする、予想。貝料理、なんかこの貝殻がバーってなってるやつ、めっちゃおしゃれ。さすが海だ、海の男、さすが海の男って感じ。自分で撮ったやつ。あ、でもわさぶさん今お仕事お休み。こんばんは。魚介類をオリーブオイルで炒めて水で煮たものです。で、魚介類をオリーブオイルで炒めて水で煮たもの、炒めて水で煮たもの、なるほど、
おしゃれ。うん、めぐみんが大好きって言ってたよ。え、私に？めっちゃ嬉しい。早くお話ししたい。うん、冷蔵庫にお魚あったんで。ああ、なるほど、いいね。すぐそういうのできちゃうの。海職人だからね。海職人って何？待って、海の男だもんね。うん、あ、ウランちゃんだ。え、待って、え、ね、え前髪、は、可愛すぎる。ちょ、バイト終わったよって、めっちゃ可愛い反応。ありがとう、嬉しい、その反応。そう、切っちゃった。ごめんね、でも、流し好きって言ってくれてたのに。みんなごめんなさい。流し好きって言ってくれた皆さん、ごめんなさい。切っちゃいました。うん、おじさんは可愛いとかっこいいありません。あるよ、あるよ。うん、今日仕事の近くのスーパーに行って、ヨーロピアンとシュガーコーンサンド探したけどなかったって。やっぱないよね、そんな簡単に見つからないよね、本当に。今日は真っ赤っか、ワンポケットしかない、真っ赤っか着てます。本当に可愛い、どうしよう。流しも好きだけど、なんかやばい、前髪あり、本当に可愛すぎる、嬉しい、ありがとう。そう、前髪ね、めっちゃ迷ったけど切っちゃったな。そう、長さどうするって言われて、美容師さんにね。で、なんかちょっと横に流せるくらいがいいですって言って切ってもらったんですけど、もうこれ、何、すごい美容師さんもこの長さを気に入ってくださって、これ以上にないと思うって言ってくれました。ありがたいと思って。そう、やっぱりさ、信頼できる美容師さんに前髪をお任せしたいやん。アンケート結果は、あれ、アンケート結果さ、前髪、あ、流しやったね、流しやったよね、確か。どうやったっけ。全身赤、いや待って、ちょっと待って、語弊があった。全身、あ、待って、でもね、全身赤にするはずやったって、今日っていうか今。そうけど、下黒にしました。黒いズボン履いてる。なんか長さを揃えて、ウランね、自分できなかったんだけど、同じような長さ、幸せって、嬉しい、私も嬉しいよ。写真撮った、うん、撮っちゃらん、撮っちゃらんよ。いっぱい飲んで顔も赤くしましょうか。しません、今日は飲みません。ポストソラノを目指したいのねって。違うよ、目指してないよ。前髪切った写真あげてって。分かった、撮ったらあげるね。撮ったんですけど、その写真はまだあげたくないので、はい、撮ったらあげますね。可愛すぎてバイト先の駐輪場でずっと配信見てるって。なんで、終わるまで帰りたくないって、絶対寒いやん、帰りなよ。ねえ、よかった、でもしんどいことあった時にね、元気になってくれたら嬉しいよ。今日のサラのいつもと違って大人って感じがするんだけど、前髪切ったのすぐ分かりましたって、嬉しい。え、待って、幼くなったってよくさ、前髪切ったら言われるけど、大人になったんやね、嬉しい。前髪変わると服装も変わるって。え、なんかね、
それで言うと髪色変わったらなんか明るい服着たくなるなって思った。前髪ではあんまりそんなにかも。ポストをイメージした赤じゃないです。みゃみゃみゃさーん、集見ありがとう。そう、でも嬉しい。なんか意見半々やったから、半々だったし、オンラインお話し会ではね、意外と今の私が好きって言ってくださる方が多くって、それがそう前髪がここまである、ずっと横に流してるやつやったから、そうなんかでもね、オンラインお話し会で答えてくださった方も可愛いって言ってくれて嬉しいです。ま、前髪どうしたの？切ったんだよ。あ、そう、切っちゃった。みんなごめんね。でも前髪あり好きって言ってくださった方も多かったので。そう、あとはなんか親友ちゃんだったりとか、そうね、お友達とかを結構前髪ありが好きって言ってくださる、言ってくれた子が多かったりとか。でもいとことかは前髪なし、なんか流してる方が好きって言ってくれてましたね。だからね、めちゃくちゃ半々です。何か心境の変化ですか？何もありません。あ、心境の変化といえば、まあ、ちょっと、そう、あるんですけど、考えが。でもまだそれは言えないので、今。でも数日後に言えるので、うん。けどね、なんか、写真撮った時にさ、そう、思うんですよ。あ、やっぱ前髪作った方がいいんかな、あ、切った方がいいんかな、みたいな。思う瞬間があって、そう、それでめっちゃ考えて切りました。結果ね、何でもには嬉しい。磯風さん、かわいい、ありがとう。そう、私の意見が通ったと思っておきます。そうしてください。そうしてください。バイク乗るときあったら髪型気をつけないとね。そうなんですよ。そこはね、確かに。ヘルメットは、ヘルメット？ヘルメット？ヘルメット？ヘルメットかな？はかぶりづらいか。数日後。そう。めっちゃ可愛いかよって嬉しい。ありがとう。そうなの、そうなの。頑張ってお家帰るから、帰ったらお話聞いてね。嬉しい。いいよ。ちゃんと帰りな、お家に。あったかいとこ行って。そうなの。本当にめっちゃ半々やったよ。だってね、お友達でも前髪なしの今の最近の私が好きっての方が好き、どっちも好きやけど、そう、今の方が好きって言ってくれる子もいれば、いや私は前髪ありの空のが好きって言ってくれる、そう、お友達もいたりとか。そうね、でもいとこはあれでしたね、前髪なしの方でしたね。ナイス前髪って嬉しい、ありがとう。1時間ぐらいやるよ、配信は。うん。サーノのツイッターの前しか向かねえの大島優子さんの衣装がバッチリ決まっててかっこかわいいです。嬉しい。ぜひ、アクスタ、皆さんゲットしてください。磯風さん、ハートありがとう。今までありがとう、流し前髪の。今のお前、髪型に見慣れるまで頑張りよって。頑張ってください。
すぐ見慣れるよきっと。でもさ、なんかさ、美容師さんとも話してめっちゃ思ったっちゃけど、あの髪の毛茶色にしたからこそ前髪あった方がいいかもしんない。うん、推しも前髪作ろうかなって。作ろう作ろう、それしよう。飽きたらまた伸ばせばいいね。そうね、そう考えます。壁車のん、劇場の壁車のサラダの前髪も好き。あ、ちょっと流してるやつね。それでアーシャ写真、ああそれでアーシャ撮ってほしい。おお、確かにそうなんですね。そう、でもえ、ショールームのさ、この間のさアンケートどっちが多かったっけ。1番は前髪ありだったっけ、流しどっちやったかな。今日の昼前映画倉庫で神奈川ツアーで見てて、前髪ありのさらちゃん可愛いって思ってたとこ嬉しい。でもさ、神奈川ファイナルのピアリーナのあのビジュアル悪かった。私あ、でも最強ツインテールの衣装着てる時は良かったんですけど、なんかあの日の写真漏れてないんですよね。そう、ぜひその前髪ツインテールが見たいです。あ、前髪ツインテールといえばね、これね、私次のセルフプロデュース撮ってるので、ぜひあのリクエスト通りの写真が、はい、あの出ると思います。なんか髪染めて前髪も切ったからすごい雰囲気変わったねって美容師さんが言ってくれた。雰囲気変わっていい感じって、うん、そう。なんかさ、前髪切ったらね、なんか前髪切った次の日って、あーなんかやっぱ切りすぎやったかなとか思うんですよ。いつもはね、いつもはね、けど今回思いませんでした。今回あの昨日お風呂に入って乾かしても長さ、うん、さっきと一緒だって思ったし、今日朝起きてこう前髪セットし、髪の毛セットしても昨日と一緒だ、よかったって納得したから、今回すごい本気でよかった。うん。いつもなんか二日目若干短く感じるよね。そう。髪って前と後ろにするものなのって。うん？左右非対称やけど。あ、そういうこと？両方あった方がいいの？なんか、どっちでもいいですけど。髪の毛セット時間かかるって、うん、そんなかかんない。髪をまずストレートにヘアアイロンでして、前髪ちょってやって、触覚ちょっちょってやって、今やったらね、であのコテに変えて、ちょっと緩巻きしてます今日は。すぐ終わる。でオイルつけて終了って感じですね。割と髪の毛そんなに、いやめっちゃ巻いたりする日そんなに巻かないですけど、自分じゃ巻く日は時間かかるかもしれないね。これでいいですね。あ、両方前に持ってきてる方が好き。あー、なるほどね。ご飯で落ちます、カレーですって。お、美味しく食べてきて。
パパとお兄ちゃん今日カレー食べてたよ夜ご飯。カットして1週間ぐらい経つと馴染んでこない。そう馴染む。髪色もね1週間経って一緒ですけど、今日はカレーだったので私はジェノベーゼにしてもらいました。そうゆうちゃんハートありがとう。そうカレーまだダメなんですよ私。来週からそうねキャンプ始まるね。楽しみ。うん、私もカレーが食べたいよ。カレー。うん。別でも空野のご飯いいなとかありそうって、ああありますよ全然あるけど、でも私の方がいいなってなること多いよ。そう味覚と嗅覚本当にきついね。ガホちゃんヤッホー前髪切ったよどう。チーム K のロケの最後の放送の何何学校かな、マジでマジスカ学園なんだけど嬉しい。キーちゃんさん神ありがとう。心境の変化の話心して待ってた。心境の変化なかったって言ったっけ。全然心しなくていいと思う。うん、あせんくていい。あそれね。うん全然なんともないよ。カレーは悩んだ時の定番っていいね。そうね焼肉食べたいよね。うん。なんか大人っぽくなったね本当。嬉しい。嬉しい。なんかこの間さ。ちょっと前にさ佐賀のやつ載せてくれてたやん。そうめっちゃ嬉しかった。なんか懐かしい。あのうちは私がそう持ったの懐かしい。佐賀よね懐かしいなってなった。だってさもう3年前ぐらいやないあれね。嬉しい。なんか3年前からずっとこうやって応援してくれてるファンの皆さんとね、ショールームでお話できるって嬉しいよね。今スーパーの菓子パンコーナーに行ったら全部なくなってて、これって大寒波のせいかなって。え、大寒波のせいか夜やからとかやない？ご報告とかお知らせとかお話とかっていうワード聞くと身構えしちゃうって。全然そんなことない今回のは、うん、今回のもそんなことない、うん。イングベイさん、神ありがとう。ゆうちゃん、ダルマさん、ありがとう。でも、私のルームの方は、あれですね、結構ずっといてくれる方が多くて、結構ずっと最初からの方、ね、多くて嬉しいです。うん。コアクとか、佐賀全国ツアーとか、から3年経ったって考えると早すぎるなって思うね。めっちゃ早いよね。私も早い。あっという間だった。なんかね、なんか佐賀とか熊本ファイナルライン終わってからさ、あのあれですよね、あれ違うか、佐賀終わってからずっと止まってたのか1年ぐらい。そうやね。で熊本とかができたんか。そう、そうね。そっからがいろんなピアリーナだったり、うん、武道館もあったし、パシヒコとかいろんなとこ
ね、行ったので、ピューロランドも行ったし、そうね、すごいいっぱいありましたね。確かに、だからなんか早く感じちゃうのかな。私なんてまだ1ヶ月ぐらいなんで絶対嘘サーロンとオンライン話会あと2回いろんなことを話したいでしょうね。嬉しい、いつも。佐賀ツアーが練り歩き最後の最後でしたって。そっか、確かに熊本とかなかったもんね、寂しかった。リュウさん、神ありがとう。なんかさ、メンバー的にもめちゃくちゃ練り歩き楽しみにしてるので、そう、悲しい。あの時行けてよかったなって思うし、今年は久しぶりに顔出した、あ、顔出せたらいいなって思ってる。嬉しい、会いたい。私も久しぶりに楽しみに待ってるんだよ。うん、劇場入りたいってね、劇場出たいです。うん、りゅうちゃん、ハートありがとう。そう、エイトのラストコンサート、あの9姉妹ラストコンサートでは、そう、声出し OK になるみたいなので、皆さん来てくださいね。そう、今確か今まだチケット発売してるかな。3週間前ぐらいから吐き始めたからな、もう本当にみんな嘘つき。うん、4月のコンサート両方行くからね、早くは。そう、4月の子は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 4月の子の方のことを考えると最低1週間前にはお知らせしたいよね。うん、でも私も楽しみに待ってます。うん、嬉しい、会いたくなったって。そう、佐賀の動画めちゃくちゃ嬉しかった、本当に。うん、ありがとう。懐かしい、本当にめちゃ懐かしい。なんかね、佐賀の練り歩きの時に、私佐賀ツアーが初めてのツアーやったから、本当に練り歩きも初めて、いや待って、練り歩きは初めてではないけど、ちゃんとしたコンサートでは初めてやったから、そう、あのお話し会じゃない、握手会の時のなんかボール投げ、サインボール投げ以来やったから、そう、なんかちゃんとしたコンサートでなんか歌いながら練り歩くの初めてやったから、どうやったらいいかわからんくて、めっちゃなんかあれだよね、なんか初々しいよね。そう、すごいなんかぎこちないというか、めっちゃぎこちなかったと思うそう、なんかさ、 YouTube とかでさ、なんか流れてくるんですよ、流れてくるっていうか、なんか出てくるのね、めちゃくちゃさ、桜見んで食べたんだって踊ってるんですけど、あれもうマジでやばい、本当に
全然踊れちょらんし、ものすごくぎこちない。うん。本当にあれは見ないでいただきたい。うん。うん。すごいキョロキョロして可愛かったって嬉しい。めっちゃ初々しい。そう。本当になんか先輩方は慣れてる中、そう、おみじとゆかりんと私は初めてだったから、そう、初体験でもめちゃくちゃ、うん、どうやったらいいかわからんくてね、どういう風に歩いて、どういう風に手を振って、どういう風に踊ってっていうのがね、そう、全部わかんなかったので、そう、本気で右も左も何にもわかんない状況でやってたので、本当にあれはもう本当に笑っちゃう、自分で見ても。うん、自分のうちは持ってる人のことをガン見してて安心してるんだろうなって、微笑ましかった。そう、なんかさ嬉しいよね、安心する。本当にだって自分のうちわを持ってくださってる方は絶対に自分推しの方じゃないですか。そう、なんか自分を応援してくださってる方を見つけると安心感すごいよね。そう、いつもそう、そう、めっちゃ控えめな振りやってますよね。うん、しっかり動画残ってるよって嬉しい。佐賀では空うちわにレスくれたの嬉しかった、ありがとうね。その初々しさが可愛いよって嬉しい。そう、本当にね、本気で、あの、やばいです。うん、本当に面白い、あれは。本当にどうしちゃったのっていうぐらい。うん、そう。あ、パンダさん待って、ライブタグ気をつけてない。めっちゃ懐かしいねえ。でもなんかいい思い出。うん、それこそなんか一昨日、昨日、一昨日だ、一昨日の夜寝る前にあのスマホで熊本ツアーの自分らしさと、あ、そう、なんか前座のやつをね見てたんですよ。自分らしさと生意気リップスと、なんだっけ、ダン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 ダダン、なんだっけ、ゾンビのやつ、ゾンビのやつ、あの歌、なんだっけ名前。思い出のまあまあ、なんだっけあれ、残っちゃって、それを見てました。それも初々しかった、まだ。うん、思い出の曲、そう、セーラーゾンビやってました。私は自分らしさで、そう、センターさせていただいて。そう、いやでも検索しても本当に出てこんと思う、それに関しては。あ、でも倉庫とかでは見れるんかな。なんか私は動画が残ってて、あ、そう、なんかリハの動画と、あとはね、なんかコンサートのなんか動画があって、とりあえず、そう、それ見てました。そう、なんか雲もっとめっちゃ懐かしいって思いながら、そう、熊本もまだお手伝いメンバーとして、そう、出演してたので、めっちゃなんかさ、
ステージ裏でおみじと2人で練習したりとか、なんかね、そう、あの楽屋の廊下、楽屋があって廊下があってってあるんですけど、その広い廊下にそう番号をつけて、そう練習したりとかしてやってたのもめっちゃ懐かしいなってそう思った。もしかして終わっちゃう配信って、1時間だったら終わるよ。もうそろそろかもしんない。何分からしてるかな。ゆうちゃん、ハートありがとう。めっちゃ懐かしい。熊本。そういえばそらのちゃん TikTok はやってないのってこと？で最近さ、めっちゃ TikTok をなんかやってみたいなっていう気持ちになってるっちゃけど、でもなんかさ、 TikTok 編集あるじゃないですか。編集、まあ編集になれるという意味でも、まあ、編集の勉強っていうあれでもまあいいかもしんないけど、本気でね、編集とかやったことなさすぎてできないんですよ。 TikTok 難しい？撮るの編集相談してもいい？もちろん。何？未だに佐賀で狙い投げしてくれたボール部屋に飾ってあるんだよって。嬉しい。そう嬉しいよ、ありがとう。なんだっけ、届かなくてあれだっけ、近くの人が譲ってくれたやつだっけ。そう、めっちゃめがけて投げたやつ。 TikTok やってほしいって。そう、 TikTok めっちゃ迷ってますよ。なんか本当はインスタと一緒に始める予定やったけど、そう、インスタグラムを始めたので先に、考えてみますね。コロナなかったらもっとステージで輝いてるさらちゃんの姿に出会えたと思うと本当に悔しいでね。本当に私もそれはめちゃくちゃ一番強いですね。よく覚えてるねって。そう、めっちゃ覚えてる。そう、かほちゃんが嬉しそうにそれを話してくれたの覚えてる。うん、来月ね、うん、友達と卒業ディズニー行く予定だったの。めっちゃ楽しみだったのに行けない。待って、ディズニーに行けないはめっちゃショック。なんで急に急に、あ、こんばんはって。出張パンダ登場、嬉しい。え、嬉しい、本当にパンダさんですか。ありがとうございます。嬉しい、パンダさんだ、すごい。なんか前回すごい楽しみにしてたけど、パンダさんすごい嬉しい、今回来てくれた。パンダさん嬉しい、本物のパンダですって。パンダさん前髪どうですか。前髪切ったんですけど似合ってますか、パンダさん。本当に来たね。前回もみんなでパンダさん待ってたっちゃけどな。来てくれて嬉しい。どうですか、前髪切りました。似合ってます、嬉しい、パンダさん嬉しいね。みんなパンダさん、みんなパンダさん呼んでくれてありがとう。いらっしゃいませって、いらっしゃいませ。パンダさん、これから抽選をしてショールームグッズをプレゼントします。え、嬉しい。ショールームグッズ私もらえるんですか。もうじゃん、何、これから抽選で当たったらもらえるってこと。嬉しい、パンダグッズ、パンダグッズかな、何だったっけ。嬉しい、やった、みんなありがとう。世界一周当たるかな、めっちゃ面白いそれ。ショールームグッズ嬉しい、ありがとうございます、大切にしますね。上美さんに当たった商品と同じものを抽選で1名、
すごい、上美さんに当たった商品と同じものを抽選で1名視聴者さんにもプレゼントしますので、お楽しみだって。みんな楽しみにしちょってね。お揃いの商品がもらえるらしい。みんな期待してて。当たりますように。それでは行きますよ。はい、どんなものが当たるんやろ。嬉しい、抽選楽しみ。いいもの当たってワクワク。抽選スタート、ぐるぐる。いいねいいね、楽しい、お祭りみたい。何が出るかな、何が出るかな、ダラララン。何が出るかな、ガラガラ。すごい、めっちゃリアルやね。めっちゃリアルですね。楽しみ。出ました。何、何ですか、パンダさん。何ですか、何だろう、みんな何だと思う。嬉しい。何だろう、何ですか。え、何何何何、ショールームオリジナルタオルプレゼント、嬉しい。みんな嬉しい、ありがとう。嬉しい、ショールームオリジナルタオルだって。じゃあ、あのあれですね、ファンの皆さんもこの中の今見に来てくださってるファンの皆さんにも、そう、あの先着1名ん違う、抽選で1名かな、だったっけ、当たるみたいなのに、皆さん楽しみに待っててください。ショールームのクマのデザイン、え、最高じゃん、かわいい。ショールームのクマさんでさえかわいいのに、タオルになったらめちゃかわいいね。タオルですって、嬉しいです、ありがとうございます。パンダさん、プレゼントありがとうございます。うん、嬉しい。タオルって NG ワードなんやね。では中、あ、では視聴者さんの抽選も始めますよ。だってここで抽選するんや、すごっ。抽選だって、みんな頑張って。何が出るかなじゃない、誰が出るかな、誰が出るかな、誰だろう。みんな当てて、ぜひぜひぜひ。当たりますようにだね、みんな。パンダさんにお願いしてください。皆さんワクワクですね。ガラ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 、楽しみやね、みんな。私とお揃いのタオルぜひゲットしてください。ここにお名前出るんかな、めっちゃ面白くない、出たらここに出るかな。あ、みゃみゃみゃさんだって、おめでとう、おめでとう、みゃみゃみゃさん、すごい。どうやって決めてるんやろうね。ガラガラポンで決めてるっぽいですよ。おめでとうございます、みゃみゃみゃさん、嬉しい。お揃い一緒にたくさん使いましょうね、タオル。嬉しい、ありがとうございます。パンダさん、また遊びに来てください。すごいね、みゃみゃみゃさん、おめでとう。上美さんにも当たったショールームオリジナルタオルをプレゼントしますって。お揃いですね、初お揃いかな、みゃみゃみゃさん、嬉しい。パンダさん、ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。皆さんも参加してくださってありがとうございます、嬉しい。欲しいって、そうよね、お揃いやもんね、一人やもんね、嬉しいね。ぜひ皆さん次の機会を楽しみにしといてください。うん、さあちゃん、パンダキさん来てよかったねってね、めちゃくちゃ嬉しかったです、皆さんのおかげ。ウェミさん、いつも配信ありがとうございますって、パンダこれにて失礼しますって、パンダさんありがとうございました。またぜひ私のルームに遊びに来てください。イエイ。もう一個なんとかなりませんかね、めっちゃ面白い、みんな。
パンダさんお疲れ様でしたってね、すごい優しいパンダさん、嬉しいです。皆さんのおかげでパンダさんが来てくれましたね。なんかリアル、めっちゃリアルやなかった？すごいなんかガラガラポイここでやってくれてめちゃくちゃお祭りみたいで楽しかったね。めちゃくちゃいいタイミングに来てくださいましたね。嬉しい嬉しい。じゃあタオルがまた届いたらみんなにお見せしますね。タオルさん、タオルさん、タオル、うん。ね、パンダさん前回来てくれなかったので初訪問パンダさん嬉しい。じゃあそろそろランキング読んでいきたいと思います。はい、見せてって、うん、見せる、届いたらグッドタイミング。タオルさんとか言っちゃった楽しみに待っとくばいって、楽しみに待っちゃってん、うん、絶対に見せるので、うん。ということでランキングを読んでいきたいと思います。13位はエレメンツさん、12位はいちごミルクさん、11位はりんりんさん、10位はりゅうさん、9位はゆうちゃん、8位はきーちゃんアットマークぐんまにやさん、7位はしのたらアットマーク空の姫ラブ、6位はショールームスタッフアットマークが推しキャンペーン、推し始めキャンペーンさん、これはあれかな、パンダさんかな、ありがとうございます。5位はわさっぴさん、4位は光一さん、3位はショートアットマークさん、2位はみやみやみやさん、お揃いおめでとう、1位はやす1983さんでした。皆さんありがとうございます、楽しい時間を。というわけで今日はねこの辺で終わりたいと思います。また見に来てくださいね。それでは行きますよ、せーの、空のじゃんけんじゃんけんぽい。小石さんは6位に入る、あ、小石さんは6位に入るっていう決まりなんですか、すごい、ブン。というわけで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。それでは明日のギルドバトルもギルドメンバーの皆さんよろしくお願いしますね。あとアクスタ31日までなので皆さんぜひ前しか向かねえの大島優子さんの衣装を着用してる私のアクスタぜひゲットしてください。はい、というわけで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。バイバーイ、ありがとう。